ブラックヒルズブラックヒルズとは、アメリカ、サウスダコタ州とワイオミング州の宗教に存在する、産地。最高地点は2206メートルのハーニー山。少なくとも、紀元前7000年頃からインディアンたちが散在した。アリカラ族が1500年頃に到達し、その後から、シャイアン族、クロウ族、カイオワ族、ボーニー族が現れ住み着いた。スー族が18世紀に、 ミネソタからやってきて、他の部族を追い出し、パハサパと名付け、自然崇拝で偉大な精霊の宿る聖地として崇めた。もともと近郊の噂があったが、1874年に、カスター将軍が、ブラックヒルズに豊かな金の脈があるとして、近郊床を発見して、ゴールドラッシュが起こり、以来、白人の単鉱者によって、第二次ララミートリデ条約を無視した侵入が、激増していき、 数族の聖なる土地のあちらこちらを破壊していった。彼らの作った道はカスタードーと呼ばれる。このため聖地ブラックヒルズを守る数族との間で激しい戦いが繰り広げられている。1868年のララミートリデの条約に署名するウィリアムテクムセ・シャーマンと数族1868年の第二次ララミートリデ条約で白人側は ブラックヒルズ一帯は永遠に数族のものであり、狩りの場であり、白人の立ち入りは禁止されるという文言をもとに、これを数族と確約した。ところが均衡が見つかると、アメリカ政府は1876年にこの条約を保護にするブラックヒルズ戦争を行って、1877年にはブラックヒルズを差し押さえた。この間、リトルビッグホーンの戦いにおいて、 カスター将軍と第七騎兵隊が全滅している。ダラミートリデでの条約の文言は、ブラックヒルズは太陽が光り輝き、草が生えるまは数族のものであるという曖昧で抽象的な表現で書かれており、さらにインディアンがそれを返したくなるまではと付け加えられている。アメリカ政府はこの文言を都合よくねじ曲げて解釈した。一体は豪雪地帯であり、 冬ともなれば、空はどん天に覆われ、太陽は光り輝かず、大地はみ雪に覆われて、草は生えなくなると言えなくもないのである。このどんち問答のような曖昧な文言をめぐり、数族と連邦政府は半世紀を超える法廷闘争を続けている。20世紀数族の長老マシューキングは、パハサパについて、こうコメントしている。白人どもはわしらを、 バカ扱いしているからな。誰かがあんたの家を盗みにやってきて、あんたを蹴り出し、またやってきてこう言ったと思いなさい。おう、すまん、すまん、こりゃ悪かった。ほれ、お前の家の代わりに50セントやろう。若いの、奴らは全くインディアンを小バカにしとるだろう。1890年12月29日、騎兵隊が数族から武器を取り上げようとしていたとき、 ウンデット2位の虐殺事件発生。1980年6月30日、米国最高裁判所はララミー取リデ条約違反を認め、数族に当時の実生土地価格1750万ドルと103年間の利子分1億500万ドルの支払いを連邦側に求めた。連邦側はこれに応じる姿勢であるが、数族はこれを断固拒否していて、利子額は累積し続け、 莫大な額になっている。つまり、ブラックヒルズは最高裁も認めた白人による不法選挙地である。この三部役には、銀やタングステン、鈴、石炭、石油も開発されており、米国科学アカデミーによって、全米の池にへの地域に指定されている。五千トンの見積もりのある埋蔵ウラニウムをめぐっては、テネシー渓谷開発公社、ユニオンカーバイド、シェブロン、アナコンダ、 ブリティッシュカナダのリオアルモン、バイオミング鉱物、カー、マックギーなどの多国籍企業がこれに群がっている。ユニオンカーバイドが採掘権を抑えているクレーブン渓谷にはラコタス族の神聖な岩がある。彼らだけが把握しているウランの量は少なくとも数千億ドル見積もられブラックヒルズの数十万エーカーを追っている。ラシュマーサンやクレイジーホース記念碑。 ウィンド警部国立公園などの国立公園があり、観光地としても知られる。ありがとうございます。